んにちは、バランです。今日は形も色味もとってもシンプルなスイカのパーツを作ってみたいと思います。今日使うものは透明のレジン液、スイカの着色として使うタカラネイルレジン着色剤レッド、ホワイト、ブラック、そして皮の部分はアルコールインクの緑を使っていきたいと思います。そしてスイカの形を作るのに20ゲージのワイヤー、24ゲージの少し細めのワイヤー2種類を使っていきたいと思います。そしてスイカの種は穴の開いていない黒のビーズがあるので、こちらを使っていきます。まずスイカの一番外側の枠を20ゲージのワイヤーで作っていきます。ワイヤーをだいたい11センチくらいに切りました。このワイヤーに曲線をつけていくので、何か曲線が取れるような筒状のものを用意します。で、この筒状のものにワイヤーを巻きつけて綺麗な曲線を作っていきたいと思います。今回はこのワイヤーの先っぽから巻いていきます。しっかりと押し付けて巻いていきます。全部巻き切らないようにします。ワイヤーはぐっと力を入れて巻いたとしても、手を離すと少しこう元に戻る力が働くので、元の方よりも少し大きくなると思います。こんな感じで綺麗な曲線ができました。今回はこの曲線を少し広げていきます。そしたらワイヤーの長い方の先っぽを掴んで、ここを90度に曲げていきます。そしたらこの長い方のワイヤーをまっすぐにピンと伸ばします。形が決まったらはみ出ている部分をカットします。このワイヤーのつなぎ目の部分は今回先に少しだけ仮硬化しておきたいと思います。次はこの皮と中身の境目の部分のワイヤー部分を作っていきます。24ゲージのワイヤーを8センチくらいに切りました。さっきの曲線よりももう少し小さいものを用意します。今回はマニキュア部分のここの部分を使います。同じように巻いていきます。ワイヤーが細くなるにつれ、またどんどんワイヤーがぶわっと広がるので、ちょっとそれもこう想定して巻いていきたいと思います。で、このままだと形が合わないので、このワイヤーを広げます。こんな感じでワイヤーを切っていきたいと思います。
で、このスイカは緑の皮と赤い実の部分の間に白い、層があるので、ここを次に作っていくんですけど、ここにワイヤーを1本挟む必要はそこまでないかなと思ったので、今回はこのワイヤーに沿って白いレジンをちょっとずつつけていきたいと思います。で、ここをできるだけ細い層にしたいので、今回はちょっと24ゲージのワイヤーの先を使ってつけていきたいと思います。で、この白い層はこの大きな部分に赤いレジンが来るので、あんまり薄くちょっとの白の層だと赤のレジンがまた上からこうドバッとかぶさってしまって目立たなくなってしまうので、気持ちこう層が厚めになるようにレジンをちょんちょんと足していきます。というわけで今回はスイカのピアスを作ってみました。今回の作り方のポイントとしては、この皮の部分が2層になっているんですけど、ここを1本2本ではなくって、ワイヤー細いものを1本区切って、こっち側を緑で、その反対側に爪楊枝だと太すぎるのでワイヤーの先を使って少しずつこう白い着色剤を乗せていったところです。少し細かい作業ではあったんですけど、この白い層を描くだけでよりリアルなスイカになるかなと思います。少し前のスライスのオレンジピアスのように、今回もちょっとこうポップな仕上がりになっていますが、たまにはこんなピアスも可愛いかなと思いました。色違いの黄色いスイカも可愛らしいと思います。ということで今回は夏らしいスイカのピアスを作りました。このピアス少しでも可愛いなと思ってくださった方、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。最後まで見ていただきありがとうございました。